お前が先手だ。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、今さです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思います。それぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さてさて、相手の方の戦型が何でしょうね。中飛車ですか。となると俺は一直線穴熊目指していきましょう。まあ金上がって、で金上がって、一直線穴熊目指していくんですけども、その銀はちょっとわかんないね。まあ一回玉囲いに行きましょうか。まあ端はついといて、まあ穴熊ではあるんだけども、まあ端はついとく形にしましょう。で先手番だったよね確かね。まあ積極的に組んでいきたいところではありますよと。端はいいかな、一回いいかな。まあ、しっかりと組ましていただきまして、まあ、そっからね模索しようって感じにはなりますか。どういう形に組んでくるんだろうね。まあ、スタウンね、この形だとこの銀使えないんで、居飛車穴熊まあそうよね、そういう形になるよね。どうするかな。まあ多分ね、ここついてここついてみたいな、こっち先ついとくか。こっちついといて、あ、なんか地下鉄狙っとる気がする。それはそれで許せないので、まあ銀冠目指していくか。こうやって金上がって、銀上がって、こっち行って、銀引いて、まあ端は大丈夫だと思うが、まあこっちついて、銀冠穴熊、うん、まあ歩つけばいいんじゃない。うん、これここ銀が効いてるからね。ここは飛車がおるからね。まあそうだね、戻るんだよね。まあそれは予想通りなんで、まあここの歩ついとくのかな。まあ、角もね、ここに利かしたいって感じなんでしょう。で、銀を多分使いたいと言ってるんだろうね。桂跳ね。ここの風交換しにくいあるか。飛車寄って、まあ、飛車寄って、ここの歩交換させてくださいってやるか。刺したくないなら角ここに上がってくる。あー、それはいいんだ。交換させてくれるんだ。まあ、袖飛車にしていって、おお、1個浮くか。この銀瞬間動けないですからね。あー、なんかちょっと見えたかも。これ桂跳ねて、歩ついて、飛車こっち寄って、銀がこういって、金がこう避けて、飛車こっち回ってくるみたいな。でもその瞬間こっちつけるからな。まあ、おとなしくしたいっとく手もあるんかな。この銀って結局動けないんですよね、今。別に桂跳ねんでもいいような気がするんだよな。おとなしく当たりを避けて下に行っとく手も全然あるかもしれません。欲張るなら桂跳ね。桂跳ね風横行く。で、銀が縦に引いて、桂行って風風に。いや、さすがに欲張りか。欲張りさんだと思うんで、ちょっと固めます。まあ、心配せんでもこの銀は動けないんで、今この瞬間はね。へぇー。いやでもこれはね、また話が変わってきて、桂跳ねもあるんかな。桂跳ね、銀が出る。でもそれ角戻れんくなったよね。桂跳ねてみたいけどな。桂跳ねるか。まあ一回しまっとこう。まあ次につくよみたいな、そういう感じなのかな。でもこれ桂跳ねたらどうすんこれ。え、桂跳ねたらさ、これ銀がこっち行くか、こっち行くか、こっち行くかでしょ。この歩取れるよね。銀が避ける手は取れるんだよね。だから桂跳ね、歩突きで銀が避けるみたいな、そういう手順になるの。でも、歩ついた瞬間に、俺も走っていくから、走ってって、銀がこうやって、こうやってこう。いや、どうなんだろう。いや、わからんね。
まあ、ここついとくでもあるんかな。ここついとくか。で、風は別にこっち、なんかこっちにかわしても、こっちにかわしとくんかな。なんかね、角のラインに入りたくないんだよね。こっちにかわしとくんかな。まあ、この金銀をいかに使わせないかっていう戦いになりそうな感じはしますね。ああ、まあ、それでもね。まあ、桂跳ねてくるみたいな感じなのかな。一歩持ってるんすよね、俺。一歩持ってるんで、どっから手作るっていう話なんだけど。この辺ついてみる？ついて風でついて同銀で風って取って、ここになり、ここにこうなんか潜り込んでいくのも見えてるんだけど、その時に相手何歩持ってんのこれ。一歩渡して二歩渡して一歩持ってて、ここに打って取って、いやそうだよね、それはさすがにだよね。あれも桂跳ねてくる、それではあるんかな。かなんか角道通すならこの辺突くとか、この辺突くとか、この辺突くんかな。この辺突いて同桂なら一回角引いて歩打ちが桂殺すよってやってて、歩突いて同歩ならここの歩突いてく、で次歩でこう銀が出てってみたいな。悩ましいね。まあ飛車は浮いとかないかんからね。わからんね。まあ、わからんなりに、ちょっと暴れてみるんかな。玉頭戦やっていきたいよね、やっぱりね。わからんな。まあ、この辺やっとくか。で、歩打って。まあ、同銀で。何もしなかったらここに歩打つんかな。傷作っときたいよね。ここに歩打っとくんかな。打っといて何ができますかって言ってみる。これ桂馬手に入ったらここに王手角取りがあるんで、これ桂馬はさばけないっす。すごい手が来たね、これ。え、これ歩打つくとどうすんの、これ。歩打つくと、まあ部分的には桂馬さばくよね。まあ取ってどっちの銀が出てくるのか知らんけど、一番下まで下がっとくんかな。まあ取ってで下がっといて、この桂馬はね、あの急がなくても取れるからね。すごい手打ってきたね。三。まあでも取って、まあ同角なんでしょうね。で取って同歩なんでしょうね。桂が何枚手に入んねんって話よね。銀も落ちとるからね、これね。まあ取るんだろうね。一回取って。おお、同玉。まあ、取って。まあ、取って。まあ、歩打つよね。いや、すごいとこ出てきたよ、これ。なんだこれ。銀は落ちとるんだけど、まあ、今は取ってもって感じなのかな。なんかないかな。まあ、ブッチするとも全然あるんでしょうけどね。ちょっと空間埋めとくか。わからんかった。五五角飛び出したいんだけど。2分。いや、すごいとこ出たね。これさ、でも桂馬あるんじゃない？王手銀取りですよ。まあ取って、まあ部分的にはね、まあ一番下まで引いといて、銀が浮いてると言えばけ、まあ銀足すんじゃない。
まあ取って。これ5五銀あるからね。ここの歩成りも見えとるからね。いやー、こっちでしょ。で下がるんでしょ。で銀取って、この金は取られてもって感じよ。これ角打ちぐらいからなんか積んでないの。これこっち逃がしたくないもんね。角この辺かな。こっちここかな。で歩成りも入れたいしね。1分30秒。2択3択なんだけど、まあ大体寄ってるよねっていう感じもするんだが、なんか寄ってそうで寄ってそうでどうしようみたいな。歩成りから歩成りから歩成り同角で銀で銀銀が、あ、いっぱいあるんやろ。これこっち行って、で取って、で銀行って、3枚あるんでしょ。大体詰むでしょ。こっち行ったらどうしようか。まあ金打って銀打って詰みか。ここ行っても金打って、はい、あらした。お前なら極められるかもしれんの。将棋ウォーズの王道。はい、いかがでしょうか。今回ね、一直線アナグマの戦いやっていきました。ぜひね、高評価チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。